白鳥トイユーアオイアイアムスーナチョンアソラのやってやるよ。久々ですね。久々ですね。ということでですね、はい、はい、今日の企画何あアイドルのファンにインスタでモテる男の特徴を募集してみたということでね、メンバーそれぞれで、インスタのストーリーの質問箱で、モテる男の特徴というものを募集させていただきました。それをね、メンバーから発表していただこうと思います。まあ、実際それに自分が当てはまってるのか、逆にその特徴挙げられたやつに対して意見してもいいので、ね、ちょっと出していってください。皆さん携帯をご用意。はいはい、外見編いきますね。はい、黒髪男子。おお、はい、てかさ待って、あだがね、ほぼ入らんよ、ほぼ入らんよ。顔に言うてんの入らんよ。てかこれさ、黒髪男子ってさ、僕のやつに入れてくるのすごいね。確かに、ちょっと喧嘩をね、なんか君はモテてないよ。まあまあおられてる。君はモテてないよって言われてるようなもんだよね。だけど意外とね、黒髪派多い。多いかも。アウト、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 うん、この二人だけだね。確かに。でも俺あれ、髪型とかはなかった？例えばマッシュとかノーセット、あーセンターオーケー、今時だね。今時やな。じゃあセンター俺何にも当てはまんない。確かに派手髪だし、髪だし、髪長いし、見た目ないかも。ほんと中身が多い、うん、あれやろ、ね、ちょっとチャラいとか中身、外見なんか、これちょっとP が入ったら申し訳ないんですけど、はい、おっきい人。おぉおぉなん青いもん。ほんと、あ、何が何が何とは言わんけど、でかい人。もう何とは言わんけど、でかい人。体毛が声も入ってる。あとシンプル顔がいいとか。あ、そうやね、顔がいい。モテる男はそりゃそうだよね、顔がいいわね。そうやね、素直です。あっ、でも見ていいっすね。いやいやいや、いいこと書いてあって何とか言いな。白くて細い男、逆やん。白くて、あ、そうや、白がいる。白は後期とかね。後期、あ、そうやね。まあ白いは合ってるけど、うん、太い、いや白くて太い。やばいやばい、ミーティングなっちゃう。ミーティングか、これは。白くて太いだろ、これも外見に入るのかな。ちょっと女の影をやんわり感じる謎めきがある人。あー、わーね、外見クリアスの男はモテるとかね。外見、物静かとか。あ、お上でしょ。俺や、まあ、性格変化、うん、性格そうだね。そうやね、性格。俺あれ来てた、チャラすぎないって来てる。程よく意地悪で程よく優しい。あー、わかる。青いだ、ハマっちゃうんだ。これね、あれあった、女の子を誰にもちゃん付けする。おー、いいね。タクロちゃん先生でしょ。素直ちゃんやん。タクロちゃん先生でしょ。あとなんだろうな、自分のことをイケメンって思ってない人。おー、おー、逆にさ、自信持ってた方がいいみたいな。ね、逆に、いろんな人いるんですね。そう、自信が、まあ、優しいはあれだね。そうそうだね、あと、はい、すいません、今ちょっと、はい、出し方が早すぎると早すぎた。俺らが盛り上がりすぎた。そう、通達が来たので、ちょっとゆっくりめにね、はい、テロップも大変という通達が来ましたので、うん、これね、マジでこれモテる男っていうか人間関係大事だなと思った。謝れる、あー、大事やな。俺も来た。でもそんな感じで気配りが早い人がモテる。気配りが早いって何？わかんない。気配りができる、気配りが、の感づくのが早いとかじゃない。あー、空気とか、気が利くってことでしょ、うん、そうだね。あー、なるほどね。あとモテる男は雰囲気、オーラが違う。うーん、色気。まあ確かオーラってあるかも。確かに余裕あるよな、うん、あと距離感がうまいなって。あー、下手。あー、いや、いや、ゆうたさんちゃん、いや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 、あんたすごいわよ。俺でも、俺は葵だと思うよ。葵もこの二人やったら気遣いはできる。葵がね、距離感がうまい。そうね、気遣い一番できないじゃん。髪切ったんだよ。髪の一番できないじゃん。染めた、染めた。てか、だって、つぼいとすなはさ、マジでさ、気遣いできないよね。ないよ、俺らが一番できるよな。できるよ。どうしたことな、髪投げようか。大丈夫、大丈夫、疲れたでしょ。違うね、そういうことじゃない。違う、そういうことじゃない。ゆうとは連絡すぐ早いね、その体調の崩しさ。あー、そうね。え、でもなんか逆にある程度ほっといてくれる人みたいな、すごいそこまでマメじゃない、そういう場合もあるよね。モラハラしないとかじゃない。おお、あれもそれモラハラ DV しなければいい。
一番おモラハラ DV しなければモラハラ DV は絶対ダメですよ、本当に何してそうみたいなモラハラ界隈じゃない俺めっちゃ悪いモラハラ DV 普通にしてそうって言われてしてそうだね、まあ、してそうだから、うん、あ、これ当てはまる人います犬好きおー、おーもう確かにみんなちゃうここみんなやね犬好き、めっちゃ好きあれか、犬使って家呼ぶ感じかうわ、出たあーマジでうちフェリックスだねうちプロジェクターもあるし、犬もいるし犬とんちやないかプラネタリウムもあるプラネタリウムあるプラネタリウムはないわいや、俺プラネタリウムあったんだけどじゃあ普通に違う病んでるとかじゃなくて、眠れない時があって病んでんじゃん、それ違う、病んでるじゃないアロマディフューザーとか置くタイプだアロマディフューザーは3台やったねあそれはあの自分の相場1台だろ自分が臭いからそれを消すためにいや臭いからじゃないだろ臭いからじゃないだろ臭くはないです臭くない人ってあるわあ、確かに臭くない人ってさ、もういや、当たり前じゃあまず皆さんアイドルですから臭いわけないじゃんね、タクロウさんねはいあと観葉植物だろ観葉植物はねあ、マジあとでもなんかそういうさエロい男ってさ、うん、水槽ないアクアリウム金持ちだね確かになんか熱帯魚買いがある熱帯魚それ買おうとしてたマジあったらおしゃれじゃないおしゃれおしゃれおしゃれ、うんね、間接照明とかやたらとそうでそうやなありますよでも、なんか水槽置いたらそういうの食べちゃいそうだよおーいでも書いてあったよ、ちゃんと美味しそうにご飯を食べる人って書いてあった違う違う、魚はご飯じゃない違う入ってんのお、何ネイルとか褒めてくれたり、変化に気づくうわあー、それ大きいね確かにそれ大きいと思う気づきますいや、僕は気づきますうんじゃあ俺ちょっと苦手なんでえ嘘いや、なんか、なんだろうちょっと苦手だけど見るようにはしてる香水すぐ気づくあ、俺めっちゃ気づくあ、匂い確かにわかるけど変化を言うの恥ずかしいんだよねそれダメだよ、しおちゃんと言わないと気づいて一番ダメだ一番気づかないでも僕、あの人の太った痩せても結構すぐ気づくかも気づくえ、マジで気づくタブロ痩せたでしょうか太ったでしょえ、絶対太ってるよなおなおなおプラマイゼはい、抜けなかったじゃあ次行きましょうはい、ですか気遣いできるらしいよ、これがえ、でもこれ着てたよ男からも好かれるあーこれ大事かこれ大事だと思うそうだね大事タクロさんどう思います何男からも好かれる男ってやっぱりいいと思いますか好かれる好かれるすごい好かれるそれは男男男あ、そうなんだ大事だよいくら積んでるっすか何何ジョドルを家にすぐ呼ばないうわえ、それさもうさモテるじゃないモテるじゃないアイドルの話じゃんいやいやいやそれがモテるって。え、でもあったなんかあれ女絡みが少ない。ああ。まあ信用。え、これどう実際初的問題さ、さ自分の好きな人がいると思いるじゃないですか。好きな人がいたりとか気になってる人がいます。ってなった時にその子が異性とかとご飯行ったりとかは NG 仲いいとかは。関係性による。幼馴染とか。あそう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 。何人とか。高校の2人ってなると、うん、もうずっと付き合う前から聞いてた親友とかじゃないの、うん、2人幼馴染か、ね、すごい偉いななんでそこにまあ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 確かにまあそうだね、まあ、基本は言ってほしくないんじゃないうん、ああだよ、ね、やっぱモラハラ出るっしょ。いや、めっちゃ出るね。なんでお前言ってんねん。お前そんな服着てくか。お前そんな乳出してどこ行くの。なんだと思ってんの。俺のことなんだろう。あれは俺のことなんだろう。だからそれ俺駆け引きする女嫌いだな。ああね。止めてほしいみたいな。普通に嫌なことはやめろって思う。ああわかる。自分そうそうされて嫌なことやめろって思う。メイン今日の一番の言葉ちゃんそれ。うん。マジ嫌なちょっと嫌だ。人がやられて嫌だ。人がやられて嫌な言葉。いやもうモテる男とか関係ないそれ。だから俺もしない。みんなモラハラ。逆にね。みんなモラハラって何？けどしてるやつに限って言うんだよ。まあまあ確かに。ああ確かに。ああいいぞ。まあエロくておもろいクゾが結局一番モテる。あでもそれは多分あると思う。
でも確実に女は家に入れてないけど、女の匂いは漂わせてほしいんでしょ。難しい難しい難しい。え、芸能人で言うとどの辺だそれって。菅田将暉とかさ。いや、菅田将暉は結構女がありそうだよね。モテるけどみたいな。絶対いろんな子がモテるけど、やっぱ一途に。あ、確かに熱愛を選ぶっていうのが、あの人すごいよ。例えばさ、付き合ってる人が転勤とかになったらついてく、遠距離にする、どうなる、別れちゃう、なんどうする、みんな。やばいな、なんかモラハラかもしれない。関係値によるな。関係値によるな。ああ、じゃあまだ付き合ってない。あ、好きな人がみたいな。遠距離3年以上付き合ってていいか。確かに。私今結婚してもいいなって思う人だったら行くわ。ああ、確かにそのラインある。あーって言ってるけど本当に分かる。共感できるの絶対違うと思うんだけど。うんって言ってるけど。え、タクロは行くの。いや、大阪まで。ほんとにモテる男はそんな行かさないぐらい俺自分稼ぐよって言うんだよ。おい、エロ。こエロ。かっこいい。かっこエロい。確かに、それはそうかも。遊んでる限りがない人ほど魅力ないみたいな人もいない。ああ、いえ、わかんないんだよ。なんか、女慣れしてないみたいな。そう、ファブルにもいるよね。うん、言えないけど。あと、ケチじゃないだって。あ、なるほど。え、僕好きな人に対してはめっちゃ使います。そういうことじゃなくて。じゃあさ、後輩とかできるじゃん。そうそう、なるほどね。おごるよとか。え、後輩にごちそうすんの、あんた。全然するよ、俺。見たことない。え、聞いたこともないんだけど。まず第一に慕われないっしょ。え、慕われるよ。なんだ、その先。なんで自信が。そう、語尾の用がちょっと上がる。全然慕われるよ。あとね、酒強い。ちっちゃい。絶対さ、結構パリピ系じゃない。いや、パリピだね。パリピ系じゃない。誰が一番強いですか、ちなみに。青い。青い。いや、最近やばい。嘘。青い光輝。タクロ。でも、ユータも強く。ユータ、俺はね、飲んだら悲しくなっちゃう。定着を、ここどっちなの、最近。多分、どっちなの。いや、もうどっこいじゃ、塩めっちゃ強く。塩結構頑張ってるよ。強くなった。最初弱かった。やってるけど、日によるよ。でもさ、酔っ払う速さみんな一緒じゃない、結構。確かに。フラフラなさ、結構序盤でもうさ、お酒が回るくない、盛り上がっちゃうじゃん。そもそも、事務所の飲み方がおかしい。ここゾンビ。そうだね、ゾンビ。頭おかしくなる。で、おじさんは寝る。おじさん寝る。おじさんは寝る。塩く爪噛む。爪噛む。爪噛んで、こう、体育座。体育座。ほぼ L みたいな。L。素直はタクロめっちゃやかる。え、めっちゃおられる。めっちゃおられる。いや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 、あなたから煽ってくるから。煽ってないから。煽ってないから。え、あとなんだろう、女心を知っている。あー、さっきの駆け引きに繋がるんじゃない。じゃあ女心なんか普通わかるわけないやん。なんか、大丈夫か。違う違う、大丈夫か。別に分かる。あ、なんかあったの。違う違う違う、なんかあったのって言ったらまたあれなるけど。いや、あんたどんくさいだけだって。あ、そういうこと。うん、あんまり人の結構さ、気づこうとする努力をしないんじゃない。鈍感程度は。シオン、どう、この意見。女心知ってる。女心、俺は分からない。あれ、自分の生活で精一杯なんだ。あ、自分の弱さを相手に見せられる。ああ、めっちゃいいな。確かに確かに。それ、そうや。でも、これいい。めっちゃおもろいなんだけど。え、エロいコメント来たんだけど。エロい。違う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 。シオンが今。自分の弱さ。自分の弱さ。そっから大体ね、始まるやんな、エロ本とか。あと、あの、超ポジティブだって。ああ、おい、ああ、おい、俺とか。俺ポジティブの。まあ忙しい。なんだろう、俺はめっちゃおもろいのある。え、なに？モテるよ。メンズ地下アイドルではないって。おーい、おーい、おーい。僕たちメンズ地下アイドルじゃないんで。そう、YouTuber っす。 YouTuber。 なんだろう、あと深い感、やっぱ深い感がない、さりげないボディタッチ。あー、えー、そうなんだ。へー、される欲。え、なに？される。ボディタッチ。外観される。外観ないボディタッチされた。僕はしちゃう。しちゃうんだ。しちゃうんだ。いっぱいね。しちゃうんだ。結構なんかその深い感あるボディタッチしてくる。え、そう、深い感あるやつをする。ね、タクロはね、なんか余裕のある大人。店員さんにも当たり前に礼儀正しい人だって。あ、まあ店員さんへの対応結構見るかも。食べ方が綺麗。あー、おい、食べるの綺麗な人。魚とかね。俺も来てる。やっぱ迎え地とダメね。そう。迎え時点で後期。後期じゃん。後期結構そうだよね。後期、うん。後期めっちゃさ、
うん。で食べる。確かに確かに。うん、箸の持ち方とか、後期ダメじゃん。後期ダメだよ、箸の持ち方も汚いし。ダメよ。まあでも後期格好もかっこいいからね。陽キャグループにいるけどそこまでうるさくない優しい人を見ると。ああ。あとちなみにあと来てんのが、遊んだ帰りのお借り際に家着いたらちゃんと LINE してなって言ってくれる人。うわうわ。えそれ。ゆうとよく言ってるよ。えろしか言わないじゃん。ゆうと帰って会う時に絶対。気をつけて帰ってね。家ついて、青いも。じゃあ家ついたら LINE してね。ああ。気をつけて帰ってね。これ結構みんな言ってるみんな言ってるよ。これみんなに言われてるか。そうか。今言わない、僕は言わないよ。言えよ。言えよ。話が面白い。話がおもろいね。ああ。おもろいね。なんかさ、俺だわ。大体当てはまってなくない？うん。俺当てはまってる。例えば？笑顔が素敵。出た？それ。あ、出してなかった。笑顔が素敵。と。ご飯は綺麗に食べる。そして店員さんに挨拶ができる。そして白くて太い。白くて太い。太い。大丈夫？青色質問が歯が白いとは来てない。確かに。来てないね。惜しいな。なんかね。色がない。色が黒い人とか。ないです。普通にみんななんか5割以上の方はなんか好きなタイプで坪井さんって書いてますね。すごいね。あ、カットでカット来ました。何来ました？カイカイ以外で。おい、マジかよ。誰だ。青いじゃねえかよ。もうカイカイって言い方でさ、もうさ、青いないよ。はい、ということでね、まあ、とどのつまるところ、モテる男っていうのは、カイカイ以外で、そういう結論になったわけですけれども、おかしいだろ。いろいろモテる男の特徴くださってありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今上がったやつで誰が一番当てはまってないかと当てはまってるかをぜひコメントでお知らせしていただけると嬉しいです、はい、ちなみにモテる女の子バージョンとかめっちゃ見たい。わあ、確かに俺らがね、やってみたいと思います。面白そう。なので次回モテる女の子をやってみたいと思います。よろしくお願いします。演者に聞こえよ、メンズの演者。いいかもしれない。こういう女の子がモテるとか、こういうファンの子嬉しいとか。ああ、いいかもしれない。確かにモテる女難しいね。難しい、それはね。ということで、皆さんぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。またね。バイバーイ。